塩釜神社は、宮城県仙台市宮城野区の JR 仙台駅東口の初恋通り沿いにある神社、中家町塩釜神社とも呼ばれる。当社は、道県塩釜市にある塩釜神社の仮宮を端所とし、現在は、島崎東村が下宿していた三浦屋の跡地に立つ。塩釜市の塩釜神社の分祠であるため、祭神は、道神社と同じである。安山。 交通安全に利益があるとされる、塩釜市の塩釜神社と同様の神徳を有すと、されるが、さらに縁結びや初恋成就にも利益があるとされている。参道の敷石には2004年に解体された二代目、宮城の橋の階段の石が使われている。江戸時代の遠方年間に、仙台藩第四代藩主、伊達津村が原田宗介を修造部業に、 靴つわ天前を副部業に任命して、塩釜の塩釜神社を修造させたが、その修造期間中、塩釜神社の身体及び直学を、仙台城下町の東六番町にあった、高吉院境内に設けられた刈宮に安置し、遠方8年に修造が終わって、身体を塩釜に戻すに際して、刈宮を廃せずに、エンドロー狼を分誇らして、 塩釜大明神と称したのが宗子であり、以後、地元の宇治子らの信仰を集めた。明治元年の神仏犯前令を受けて、塩釜大明神は、円釜戸神社と改称して独立することとなり、中家町にあった、都市徳神社と合祀されて、東六番町二十九番地にあった、三好神社境内に潜座、同時に、道神社を境内抹者とした。 平成12年3月11日、JR 仙石線が連続立体交差化事業により宮城野通りの地下の仙台トンネルに移設開通すると仙台駅東第二土地区画整理事業により当社周辺の整備が行われ同14年に先座した。なお同16年には藤村広場及び仙台駅東口駅前広場が完成し両社が 当社の門前を経由する初恋通りでつながれている。当社の門前町となった初恋通りには飲食店が集積し、仙台駅東口における信興の観楽街となりつつある。ありがとうございます。